ました。うん、みんなできました？できました。できました。じゃあ私から発表していきましょうかね。はい、お願いします。私、石原舞がリンクスで今後やりたい目標は、こちら。全国アンギャ。ほう。うん。やっぱり全国に行って、いろんな人たちと直接カードで戦ったり、お話をしたり、歌を聴いてもらったりしつつ、やっぱ全国に行ったら、その土地土地の美味しいものを食べられたら素敵ー、いいなーなんて思っています。で、ゆうちゃん、はい、これ大丈夫？はい、私はリンクスでやりたい目標、クレープ屋。目標がクレープ屋、リンクスのみんなで、みゆみちゃんの好きなクレープ屋に行こうよっていう、あ、お誘い？そうなんか今日の帰りにでも行けそうですよね。そうだねじゃあもう今日も達成しちゃうよ。そうだね、うん、私はね、それ見た時にね、クレープ屋を開くのかなって思ったみんなでなんか大きな目標ね、アンジュパテみたいな。あ、確かに。そう、開いてなんかみゆみちゃんメニューとか、はいはい、ユーミーメニューとか、それすごい、それだよ、作ってなんかクレープをなんかやるのかなって思った。それだよ、それだよ、面白い。じゃあそれ、それかな、それ、いろんな多岐にわたる展開をしていきたいっていうことの表れだよね。言ったんだよね。まず、そうそうそう、まず手始めとして、手始めとしてクレープ屋を開く、クレープ屋をね、開きたいなっていう、いいと思う。うん、チロリは、あのですね、いい意味でお二人がゆるっとしていただいたので、ちょっとここらであの声を大にして言わなきゃいけないことがあるんじゃないかと。うん、そうだね、なんでしょう、リングスとしての目標はこちら、アニメ化でございます。なるほどね、やっぱりこれはあのみんなの総意見でしょうか。それ、決定、やった決定、決定、決定、決定とかでいいんですか。アニメ化決定、私たちの中ではもうね、もう決定で採用、採用だね、ですか、うん、じゃあもうなんかこれ今から偉い人に提出して承認とかどうですか、どうですか、偉い人の気持ちだね。じゃあこれを貼りますか。貼りますか。貼りましょう。貼って叶えるように祈りましょう、はい、貼ったら叶うかな。貼ったら叶います。貼ったら叶うよ。だってよく小学生とか希望とか貼ってるじゃないですか。じゃーん、おー、おー、これまた、うん、個性的な、ちょっとこれがなんか自由すぎるかな。チロリさ、すっごいさ、いつも明るくてさ、元気じゃん。ありがとうございます。家でとか、素の時とか、あ、そこそこ聞くんですか。なんかもういいんですか、他に持ち物とか旅の持ち物とか、そういうことじゃなくて。そんなことはどうでもいいよ。どうでもいい。やっぱりさ、チロリのさ、素をもっと知っていきたいじゃん。あ、家での私ですか。高いですよ。いやでもなんか家の中で家族がいるとちゃんと家族とは会話もしますし、でも一人だと脳内で会話はしますね。脳内で、一人で脳内の誰かと、脳内の誰かとじゃないです。あの自分で脳内に一人いる感じで、そういう感じじゃなくて、違うんだね。ちゃんとちゃんと大丈夫です。よかった。本当さ、なんかこうさ、なんかこういう感じなのに、いあの家でははぁみたいな、なんかもうやってらんないみたいなやってらんないやってらんないみたいな感じじゃないんだ。聞いてるゆうちゃんは気になります。私はでもまいまいはもう知ってると思うけど、基本的に静かだよ。闇を抱えてる。闇抱えてない。闇を抱えてるんですか。抱えてない。いやもうなんかね、でもね、喋るよ一人で。本当？結構喋る。普通に例えばアイス食べようとかでも、なんかあの、うん、普通に言っちゃう。なんか、あ、そういえば冷蔵庫に、あ、違う、冷凍庫になんかあのアイスがあったから、そろそろ食べないととか言って、なんか声に出さないですか。声に出すの。声に出して、出すんですか。うん、聞いてみたい。あ、食べないとなーとかって言って、もうそろそろ時間だから行かないといけないけど、でもやっぱり眠いからあと10分だけ寝ようかなって。え、それ全部口に出してる。全部言う。かわいい。えぇ、ー、怖い。常にじゃない、常にじゃない、言いたい時に言いたい時に、ね、そう、言いたい時に言うよ。もう、マイマイはどうなのさ。私はね、保険の CM とか見て泣いてる。えぇーって泣いちゃう。でも前もなんかいつもさ、冷静だからさ、すごい意外。あ、ほんと？あ、保険入らなきゃなみたいな感じ。じゃあないです。みんなにさ、聞いてもいい？あ、はい。何？リンクスのメンバーに自分が決まったってなった時に、どんな気持ちだった？あー、気になりますね。あの、リンク
スというか、うん、安住にまず決まった時に、うん、家に帰る途中で駅の方も降りて、うん、で、あ、初めてオーディションでメインキャラ受かったんだと思ったら、うん、嬉しくなって、ね、なんか全力疾走しちゃった。あ、わーやったと思って、うん、すごい走ってた。え、ゆうちゃんは？私は、まあ、もちろん安住に受かった時も嬉しくてしょうがなかったんだけど、うんうん、まあ、その時はまだ実感があんまり湧かなくて、うん、なんか不安もあったし、うん、だけどリンクスが決まったってなった時に、もともと歌をすごくやりたかったし、うん、また一つ夢が叶ったっていうのと、なんかこう自分が代表となってみんなと一緒に、なんかこうアンジュを盛り上げていくことができるんだって考えたら、もうワクワクしちゃって。ゆうちゃん昔会った頃から歌いたい歌いたいって言ってたもんね。そうなんだ。もうずっと歌いたいって。へえ、それすごい嬉しいですね。そしたら夢がまた一つかなって、うん、みんなでさ、なんかこうできるってすごい嬉しいじゃん、うんうん、だからもうとにかく嬉しかったね、うん、ユニットって嬉しいよね。なんか一つの目標にみんなで頑張れるっていうのが、うん、なかなかないじゃない、こう大人になってから。だからすごい楽しみだなって思う、うんうん、ね、ちなみにさ、うんうん、そうオーディションでさ受かったじゃん。そうなんですよ、私だけちょっと別な感じで入らせていただいたんですけど。どうだった？いやー、なんか最初に、うん、一次審査というか、そのスタジオで、うん、オーディションがあったんですけど、うんうん、もうそれで満足だって思って。だって私たちその場にさ、だってさ、あ、そう、あのね、公開オーディションの時にさ、うん、いたけどさ、うん、緊張がなんか伝わってきた。私、オーディションの控え室ですごい無言だったんですよね。もうこんなに喋るのに。だって今の元気さ全然なかったもん。控え室でずっとこう、こう。こうしてたんですよね、全部。ってなってたから。あと何分だ。そうあーみたいな。でももう一回バンって出ちゃったら、うん、もうその自分のステージって感じでさ、うんうん、盛り上げてくれたから、なんかそうチロリが受かって本当になんか良かったなって思うし、ありがとうございます。多分アンジュのね、また学園祭とかのステージでもきっとそうやって盛り上げてくれるんだろうなって思うし、うんうん、多分本番直前はこうなってるかもしれないけど。ね、ちょっと緊張しよう。基本的に緊張しよう。ね、控え室でね、チロリーがね、お菓子を物色してたのを覚えて、あれそんなことしてました。皆さんこんにちは、リンクスの愛坂優香です。石原舞です。高橋理恵です。はい、あっという間に下校のお時間になってしまいました。はい、ですが、リンクスとしてこれからたくさん皆さんにお会いできる機会が増えると思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、7月20日と8月24日に開催されるアンジュビエルジュトレーディングカードゲームイベント、サマーカップ2014東京大会大阪大会で実施されるミニライブでリンクスが新主題歌を披露するので、こちらも皆さん楽しみにしていてください。はい、はいはい、さあチロリー一言。後ろ3つの目標を叶えられるように頑張りますので、ぜひ皆さんもご協力よろしくお願いします。おお、言っちゃったもんですからね。みんなで頑張っていこうね。はい、そうですね、皆さんこれからリンクスの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。